ロメロ監督を完全にスルーしているのが何とも言えないですね。さらに謎のゾンビングサウンドというのが取ってつけた感があります。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画考察ということで、昭和のゾンビ映画の予告編についての考察をお送りします。この動画ではゾンビ映画のさまざまな疑問や秘密に迫り、マニアックな話題にも触れながらゾンビ映画の魅力について語っていきます。なお、この動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回は1970年代から1980年代の昭和の時代に公開されたゾンビ映画の懐かしい予告編について考察していきます。またこの動画の最後ではチャンネルに寄せられたコメントを紹介しますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介など、ゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。このチャンネルでゾンビのバージョン比較や80年代のゾンビ映画の紹介をしてきて、少年時代に最初にこれらのゾンビ映画を見た時の思い出が蘇ってきまして、その時にやはり映画本編と同じくらい強烈なインパクトがあったのが昭和の時代のゾンビ映画の予告編でしたよね。そこで今回はそんな昭和の時代を振り返りつつ、昭和のゾンビ映画の懐かしい予告編を集めてみたと題して、ゾンビ映画の予告編について考察していきます。まずこれらの昭和のゾンビ映画の予告編の特徴について語ってみたいと思います。昭和のゾンビ映画の予告編は、日本の配給会社が勝手にいろいろと付け足すというのが最大の特徴でした。当時は配給会社が買い付けてきた映画を日本でどのように宣伝するかというのは結構自由だったというか、版権元に無許可で結構無茶をしていて、ある意味おおらかな時代だったと言えますね。そんな時代の中で日本の配給会社が予告編でよくやる手法としましては、独特なキャッチコピーのセンス、スタッフやキャストを盛る、意味不明なシステムをでっち上げるなどがありますが、詳しい説明をするよりも実際に当時の予告編を見てもらいながら、そこら辺について解説していきたいと思います。今回はロメロ監督のゾンビ映画を中心に、ゾンビと死霊の餌食の2本の映画の予告編を見ていきたいと思います。ではまずゾンビの予告編です。こちらは1979年に日本で劇場公開された際に劇場で流された予告編です。日本でのゾンビの配給元は日本ヘラルド映画なので、その日本ヘラルド映画が独自に制作した予告編だと思われます。ではスタートです。結構斬新な始まり方ですよね。この回転する文字とか、このテロップの出方が昭和ですよね。許せない、結構こう残酷描写が結構ふんだんに予告編で流れてるんですね。この絵の具をバシャってやるのは多分独自の映像でしょうね。緊急輸入っていうのは何をどう緊急に輸入したのかがちょっとわからないんですけどね。これも結構えぐい黒い描写を使ってますよね。この多分、銃の効果音は独自でしょうね。このバーンっていうね、昭和ですよね。衝撃、残酷慣れしたイタリア人で、イタリア人をどう思ってるんでしょうかね。でこのロメロすっかりスルーしてますよね。ダリオ・アルジェントが前面に押し出されています。このネガ処理かっこいいですね。肉が欲しい。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まず最初からいきなりフォー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 とこうバルタン星人風の鳴き声から始まるのがまたすごいセンスですね。そして軽快なゴブリンサウンドがいいですよね。これ許せないという言い回しがパンチが効いてます。当時の日本では残酷描写を売りにしてホラー映画を宣伝する傾向が強かったので、この狂気じみた描写は許せないと、あえて否定的なキャッチコピーで注目を引いてますよね。残酷慣れしたイタリア人の度肝を抜いたというフレーズのセンスがいいですよね。この度肝というのがカタカナなのも70年代な感じがしました。そして奇才ダリオ・アルジェントが放つ超残酷の世界とですね、ロメロ監督を完全にスルーしているのが何とも言えないですね。当時ジョージ・A・ロメロは無名だったので、海外版の監修編集を務めたダリオ・アルジェントが前面に出されているのがちょっと皮肉ですね。最後に不気味な女性の声で柔らかい肉が欲しいというフレーズも今見るとちょっと笑ってしまいますよね。言ってることは、まともなんですよね。誰でも私もですね、焼肉食べる時なんかは硬い肉よりも柔らかい肉が欲しいので、完全に女性の言い方で怖がらせているのが素晴らしいと思いました。皆さんはいかがだったでしょうか。では続きまして「死霊の餌食」の予告編を見てみましょう。これも日本で劇場公開される際に劇場で流された予告編ですね。ではスタートです。はい、始まりました。まずはこのフェンスから群がるゾンビの群れで始まりました。ローズ隊員の叫び声、この血の滴りがいいですね。死霊の餌食。早速このローズ真っ二つから始まり、数々の残酷シーンがこれでもかと次から次へと繰り出される予告編もなかなかいいですね。ゾンビを超えたもっと恐ろしい映画だ。いい感じですね。惜しげもなくクライマックスシーンがどんどん展開される。ここもいいですね。やっつけても食われてしまう、この昭和のフレーズですね。ショックですね。このトム・サビーニって出てる文字がちょっと80年代っぽいですよね。本物の恐怖、はい、このエレベーターのショックホラー有名ですよね。後ほど解説します。そしてこの街から湧いてくるゾンビ、人間の生肉を求めゾンビ40万人に溢れ出した。いいですね。センス悪くないですよね。制止できません、はい、出ました、恐怖のゾンビサウンド。これ意味がちょっと分かりますけどね。このシーンも惜しげもなく韓国の演技、そして出ました、ジョージ・A・ロメロの名前が今回はきちんとテロップされてます。はい、ジョージ・A・ロメロ、こういう特殊効果のこの感じいいですよね。このネガの感じもいいですね。死霊となり餌食となる、死霊の餌食。はい、いかがだったでしょうか。こうして見るとですね、予告編で使われているシーンがどれもこれもハイライトシーンですよね。結構ネタバレとも思えるような重要な見せ場のシーンが惜しげもなく使われてます。これは当時の日本の予告編ではよく使われていた手法で、あえてハイライトシーンを惜しげもなく予告編に入れることで、予告編でこれなら本編はもっとすごいに違いないと思わせる商法なんですね。で、実際本編を見ると予告編が一番すごかったってなるのが私たち少年時代のあるあるでしたね。この当時の予告編のキャッチフレーズがやっぱり面白いですよね。やっつけてもやっつけても食われてしまうというフレーズに思わず笑ってしまうのは私だけでしょうか。なんでやっつけてもではなくてやっつけてもなんでしょうかね。なんか俳句のような趣がありますよね。やっつけても食われてしまうゾンビかなみたいな感じですね。この辺がこの昭和感があってめっちゃ好きですね。そしてこの時代では前作のゾンビのヒットによってジョージ・A・ロメロの知名度も上がったので、しっかりとキング・オブ・ホラーと紹介されているのも特徴的ですね。さらに謎のゾンビングサウンドというのが取ってつけた感があります。そして最後に忘れてならないのが、地上から地下に入るエレベーターにゾンビの大群が乗ってるシーンがなぜだかこう逆回しなんですよね。これはなぜなんでしょうかね。本当の理由は分かりませんが、私なりに考えて、これはネタバレを防ぐための処置なのかなと思いました。逆回しにすることで、ゾンビの大群が地上へ上がっていくシーンに見えますよね。それで地下にゾンビが降りていくというネタバレを回避したのかなと、勝手に考えてみました。もしこの逆再生された理由を知っている方がいましたら、ぜひ教えてください。本当に昭和のゾンビ映画の予告編は素晴らしいですね。では最後におまけとして、資料の餌食のアメリカ版の予告編を見ていただきたいと思います。ではスタートです。First came the night, then came the dawn. Now comes the most eagerly awaited day in horror film history. 映画館の中で資料の餌食が公開されているという体っていうのがまた面白いですね。この本家ですね。本家本元っていう感じですね。For the few remaining, their only hope of survival is to find a cure.You're wasting time trying to define what's happening. But the odds are against them. 暗い終末的な雰囲気がよく出てる感じの予告編ですね。 And so is Captain Rhodes. Anybody else have any questions about the way things are going to run around here from now on? Their one chance is Bob. この映画館で見てる観客のシーンが入ってます。 But their time is running out. They can be fooled, don't you see?They can be tricked into being good little girls and boys, the same way we were tricked into it, on the promise of some reward to come. But when the tricks wouldn't work, they're learning. They're actually learning. Their world fell apart. ポップコーンシーン、ポップコーン落とすのが謎ですよね。はい、ここでちょっとこの予告編ならではの映像が。そう見せます。ポップコーンをむさぼりつくゾンビの観客がチラチラ見てますね。いつの間にか恐れをなして観客が全員亡くなったというオチで。Day of the Deadっていうこのロゴといいこの動きですよね。はい、いかがだったでしょうか。映画館で上映されているのが「Day of the Dead」という劇中劇の形というのがこのなんかデモンズを彷彿とさせていいですよね。映画の予告編にもかかわらず映画館にゾンビが現れるというオチも風刺が効いていて面白いです。日本版の予告編と比較してみるとですね、残酷シーンというよりはストーリー性やキャラクター性を前面に押し出しているのが海外と日本の予告編の大きな違いだなって思いました。皆さんはいかがだったでしょうか。よければコメント欄に皆さんの感想をコメントください。また動画のコメント欄で動画にしてほしいテーマを募集していますので、こんな動画が見てみたいとかこのゾンビ映画を紹介してほしいなどありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。それではこのチャンネルに寄せられたコメントを紹介していきます。今日は先週の動画ゾンビ映画のここが面白いゾンビ映画の魅力を語ってみたに寄せられたコメントを紹介します。最初は加古のぞみさんのコメント。ゾンビは令和の時代にリメイクしてほしくなりますね。ストーリーやキャラはオリジナルにしてほしい。グロテスクシーンはナチュラルにしてほしい。ということで、ありですね。こうやっぱりロメロ監督のゾンビは時代を超えてこう何回もでもリメイクしてほしいなと思いますね。またこう新進系の監督さんに新しい形でドーン・オブ・ザ・デッドをこうリメイクしてもらったらいいですね。はい、ありがとうございました。大隅さんからのコメント。ゾンビがなぜ人間を食べるのか。普通なら共食いですから、人間以外の動物を食べる方が自然なように感じますよね。なるほどですね。これ結構ゾンビは共食いなのかどうなのかって論争のところだと思うんですけど、こうドーン・オブ・ザ・デッド、ロメロ監督のゾンビの中でもこう眼帯をした博士が、ゾンビは共食いではないと。なぜなら生きた人間しか襲わないからっていうところが象徴的かもしれませんね。サバイバル・オブ・ザ・デッドでは馬を食うゾンビが出てきますよね。はい、大隅さんありがとうございました。続きましてゾンビ太郎さんのコメント。もし自分の恋人や奥さんまたは子供がゾンビになってしまったら店長さんならどうしますか？実際に映画の世界のようになったら余裕がないので無理かもしれませんが、僕なら鎖でつないでしばらくは一緒にいます。そして自分の気持ちに整理がついたらとどめを刺して永遠の眠りにつかせてあげますかね。ただ日本には銃がないのでどうしたものかというコメントなんですけれども、そうですね、やっぱり考え込んでしまいますよね。もし家族、恋人や奥さんがゾンビになってしまったら、ちなみに私はいつも奥さんにですね、もし君がゾンビになったら僕躊躇なく始末するからねって言うんですけど、いつも奥さんは苦い顔をして睨んできます。はい、そんな感じです。ではズーミンノブさんのコメント。私の場合は死んでも成仏できずさまよい歩くというのが怖いです。映画によっては生前の行動を繰り返すというのもありますね。私がゾンビになったら何をしているだろう。パソコンの前に座ってマウスをカチカチしているかもしれない。あー、なるほど、これもそうですね。ゾンビの怖い面白いところっていうのはやはり生前の行動を本能で繰り返す。ロメロ監督のゾンビでもショッピングモールに集まるゾンビとか商品を無造作にかき回すというのも出てきましたよね。そういったところも面白い考察ですよね。興味深いです。はい、他にもたくさんの皆様からコメントをいただきました。いつもいつも本当にありがとうございます。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。